工事の様子をですね、みんななんか眺めてるんで、ちょっと見に行ってみたいと思います。どうなってるんでしょうか。なんか作り始めてますね。どうやら話によると、飛行場の飛行機のパーキングをこっちに作るらしいんですね。もう杭が打たれてるんですけど、エアポートレフトにかなり影響出るんじゃないかなっていうのが予想されます。ちょうどエアポートレフトのインサイド、どれぐらいだろう、200m ぐらいのところまで来るんですかね。となるとこれもうバックウォッシュになる可能性が高いですね。特に潮を上げちゃうとできなくなっちゃう可能性があります。エアポートレフト危ないね。大丈夫？